ストーンズのジェシーが主演するブロードウェイミュージカル、ビートルジュースは、8月から9月に東京、新橋演舞場、愛知、みその座、大阪松竹座にて上演することが決定した。ミュージカル、ビートルジュースは、チャーリーとチョコレート工場、スウィーニー・トッドに代表されるファンタジックなストーリーと独特の色彩味で知られるティム・バートン監督の映画作品を原作としたミュージカル作品。同映画は1988年に公開されると興行成績4週連続1位を獲得し、11週連続トップ10にとどまる大ヒット作となった。ミュージカル版は、2019年春にブロードウェイで初めて上演され、同年のトニー賞には作品賞、脚本賞、音楽賞をはじめ8部門にノミネートされるなど、大きな話題に。コミカルなストーリーやイリュージョンも取り入れた演出、卓越したセンスの衣装、メイク、美術、耳に残るキャッチーな楽曲で、Z 世代を中心に現地ブロードウェイ並びに TikTok をはじめとする SNS でもヒット。2021年には韓国でも上演を果たし、2022年からは北米ツアーもスタートし、その人気はますます加熱している。日本初上陸、ビートルジュース、主演はストーンズジェシー。そんなミュージカルファン待望の本作がこの度、ミツルを辞して日本に初上陸。主演を務めるのは、ミュージカル初主演となるジェシー。舞台、少年たち、シリーズでは抜群の歌唱力で舞台を牽引し、ドラマ、映画では演技力を遺憾なく発揮。また、持ち前の明るさでバラエティ番組でも日々活躍するなど、マルチな才能を持つジェシーが、ユーモラスで人間味あふれる魅力的な主人公ビートルジュースに挑む。主演決定にあたりジェシーは、本格的なミュージカル出演は初めてなので、話をいただいた時は緊張しました、とコメント、笑いすぎて涙が出るくらい面白い作品をキャストスタッフの皆さんと作り上げていきたいですし、稽古が今からとても楽しみです。お客さんにもぜひ楽しみにしていてもらいたいですね、と意気込みを語っている。勝地涼、マナカーユラが共演。さらに共演には、ドラマ、舞台、映画などで幅広く活躍する一方、バラエティ番組でも存在感を示す勝地涼。宝塚歌劇団雪組トップ娘役として活躍後、歌唱力、演技力を活かしミュージカルを中心に活動するマナカーユ。高音域の歌声に定評があり、今作ではオーディションでその座を射止めた新進気鋭のアーティスト、女優の清水美依紗。華やかなダンスと存在感が光り、日本ミュージカル界には欠かせない存在である吉野圭吾。宝塚歌劇団月組トップスターとして活躍後、ミュージカルを中心に数多くの舞台に出演し、多彩な役柄を演じ分けていずれも高い評価を得ている瀬名純と、多彩な出演者が個性あふれる役に挑む。そして、日本版演出を務めるのは、コメディーの奇才と称される福田雄一氏。卓越したコメディセンスで原作のエッセンスを巧みに取り込み、ユーモアを作品全面に散りばめることに定評のある福田氏が届ける同作で、豪華出演者らがどのように共演するのか。ジェシーコメント、本格的なミュージカル出演は初めてなので、話をいただいた時は緊張しました。福田雄一さんの作品にはいつか出てみたいと思っていましたが、まさか初めての作品がミュージカルとは。ビートルジュースは個性的な役柄ですし、ノック調の歌が特徴的なので、お客さんを引き込めるように福田さんとも相談しながら稽古していきたいです。笑いすぎて涙が出るくらい面白い作品をキャストスタッフの皆さんと作り上げていきたいですし、稽古が今からとても楽しみです。お客さんにもぜひ楽しみにしていてもらいたいですね。福田雄一コメント、ブロードウェイでは、一度クローズするも、多くのファンたちの後押しで、再び幕を開けてロングランしていたと聞いています。かなりの人気作なんだと思います。実際、噂に違わぬ面白さです。日本のキャスティングもまさに理想的な顔ぶれが揃いました。
中でも楽しみなのは初ミュージカル主演となるジェシー君。テレビなどで見る彼のエンターテイナーぶりはまさにビートルジュースの主役のそれです。今から稽古が楽しみで仕方ありません。あらすじ、不慮の事故で命を落とし幽霊となったアダム、殺事寮、とバーバラ、マナカーユ、夫婦は、死後彼らの家に引っ越してきたチャールズ、吉野敬吾、と5歳のデリア、セナジュン、娘のリディア、清水ミーシャ、を追い出すべく、死後の世界の厄介者であるバイオエクソシストのビートルジュース、ジェシー、の力を借りることに。ビートルジュースの荒唐無稽なアドバイスをもとにアダムとバーバラは住人らを脅かすものの、なぜか幽霊が見えるリディアが、亡き母への思いと両親への反抗心でアダム夫婦に協力を申し出る展開に。リディアはこの家の幽霊の存在を両親に伝えて家を手放すように説得するが、逆にチャールズは降霊術でアダムらを呼び覚まそうとしてしまう。このままでは朽ち果ててしまうアダムとバーバラを助けるため、リディアはビートルジュースに協力を求めるが、現世の生き返りを企むビートルジュースが暴走し、